東日本大震災における放送関連の動きでは2011年3月11日に発生した東日本大震災における日本国内のテレビ放送、ラジオ放送関連の動きをまとめる2011年3月11日14時46分に東日本大震災が発生したことにより直後から報道特別番組が編成されたのを皮切りに テレビ番組の編成などにも過去に例がないほどの大きな影響が生じた。発生直後から3月14日未明まで NHK 民放各局とも通常番組を休止し60時間近くを震災報道に割いた。このうち NHK では最大の報道体制となり発生から2週間で300時間以上にわたり報道した。東北、関東地方では 放送局自体も被害を受け、特に震度6クラスの揺れに襲われた宮城県、福島県の放送局では、けが人が出たり床がずれたりするほどの大きな被害を受けた。また、開局からほとんど自然災害の直接的な影響がなかった東京都心のキー局も自らが震度5強の強震に襲われ、一部で被害も生じた。震災報道。 あるいは震災そのものの影響により、予定された番組の放送中止及び延期が各テレビ局で多数発生した。震災が発生した時期が番組改変期でもあったため、レギュラー番組の中断だけでなく、終了予定だった番組の終了の繰り上げや延期、新番組の放送開始の延期、さらには改変特番の放送中止や内容の大幅変更などが行われた。 各テレビ局は報道特番と並行してこれらの対応に追われた。また被害の大きかった3県のテレビ局では全国ネットの通常番組が再開された後もしばらくの間一部番組を震災関連の報道特番に差し替える対応を取った。地震によって東北、関東地方を中心に大規模な停電が発生したため停電した放送局の多くは 自家発電によって放送を続けた。しかし、東北地方では電力の復旧が遅れたことから自家発電機の燃料が尽きて停破する放送局が多数現れ、特に TBC ラジオや東日本放送では親局が一時停破に追い込まれた。総務省は3月15日、同日午前10時時点での被災地域のテレビラジオ放送設備に関して、 親局はすべて稼働しているものの一部の中継局が被災しテレビ中継局63カ所とラジオ中継局2カ所が停波中であることを公表した。また震災によって地上デジタルテレビ放送の普及活動が停止している他被災地域では南市町地域の共同アンテナの損壊や流出が起きておりこれに伴う措置として総務省は 7月24日に予定されていた地上デジタル放送への全面移行を岩手、宮城、福島の3県については半年から1年延期する方向で調整を開始し、前述の3県や関東、長野で被災し、デジタルアナログともに視聴できなくなった世帯や施設に対しては地デジ難市対策衛星放送を視聴できるようにすることを決めた。その結果、岩手、宮城、 福島3県の地上デジタル放送への全面移行は2012年3月31日に延期された。一方で各テレビ局とも義援金をはじめ被災地、被災者への様々な支援活動を行っている。ここでは主に東京を中心とする在京局及び関東、東北地方のラジオ局の例を挙げる。地震の発生時間帯は NHK 及び NNN 以外、 基本的にローカル編成時間帯であり、系列各局も含め独自編成を行っていたため、NHK 及び日本テレビ系列以外では、在京キー局が特番に入っても同時ネットしていない、系列局が大半である。つまり、在京キー局はあくまで次局の報道の準備が整ったところで切り替える対応をとっていたため、系列局では、キー局から配信される、 ネットワークモニターを確認した後に遅れてカットインしたケースがほとんどである。また地震速報のテロップも NHK 以外は各放送局の任意喪失となっており、在京局が出したテロップがそのまま全国ネットに載っているわけではない。総合テレビでは国会中継を放送中に自由民主党岡田博議員の政府参考人への質問をしている最中に地震が発生し、 東北地方に緊急地震速報が発表され、緊急地震速報のテロップとチャイムが流れた。当時国会議事堂内の様子を実況していた NHK の佐藤隆文アナウンサーが東北地方に緊急地震速報が発表された旨を伝え視聴者に強い揺れに警戒するよう呼びかけた。その後、国会議事堂でも揺れ始まり佐藤アナが参議院第一委員会室内での揺れについて伝えていた。 ところに、東京渋谷の NHK 放送センターのニュースセンターに切り替わり伊藤、建造エグゼクティブアナウンサーが地震情報の第一報を伝えた。その後大津波警報が発表されたことに伴い、緊急警報放送を実施し、横尾康介アナウンサーが津波情報の第一報を伝えた。なお、審議は、議長の鶴保洋介により14時50分より休憩と、 なり、そのまま再開されることなく散会した。E テレでは、第1チャンネルで、NHK 高校講座、第2チャンネルで、今日の健康を放送中に地震が発生。総合テレビと同時に緊急ニュースを、カットインした。各社の報道ヘリコプターが駐機されていた。仙台空港では揺れにより格納庫の扉が破損し、ヘリコプター自体も接触で損傷し離陸できないまま。 津波の被害を受けた。NHK と契約している、オール日本ヘリコプターの機体は偶然整備のため、外に出されていたことから被害を免れ、当番だった NHK 福島放送局のカメラマンにより、宮城県に襲来した津波の映像を中継している。この映像によりカメラマンの誇井隆は、日本新聞協会賞を受賞した。情報ライブミヤや第一部を放送中に地震が発生。 そのため民放系列では一番早く、また唯一の全国ネットで第一報を伝えた。ミヤネ屋は読売テレビ制作のため、出演者やスタッフは東北地方に緊急地震速報が発表されたことや、地震が発生したことに気づいておらず、たまたま東京都知事の会見場に中継をつないだところ、中継先の中山雅俊リポーターが、 東京都庁内の会見場で現在地震のような揺れを感じていると伝え、コメンテーターが、都庁だからそりゃ揺れるでしょとコメントする場面があった。しかし、地震発生時点で第1部の終盤に差し掛かっており、第1部終了の14時55分までに、残りの CM をすべて消化する必要があったことから、20秒ほどで CM に入り、さらにスポンサー表示を挟む形となって、 CM が長引いたため、詳しい情報を伝えるのが遅くなってしまった。ただ、そのスポンサー表示の際に、東京市をめの日本テレビの報道フロアの様子や、日本テレビ本社屋上の天気カメラ映像が生、中継された。CM 明けに報道フロアにいた、日本テレビの豊田淳子アナウンサーが報道フロアの揺れの状況と、地震情報と、津波情報の第一報を伝えた。宮根屋は、 1> 第1部からそのまま、第2部に突入するも、開始2分後の14時57分に途中打ち切りとし、NNN 緊急特番にそのまま移行した。先日した、通り CM 明けですぐ、日本テレビに繋いだが、その直後に、大阪の読売テレビのスタジオでも揺れ始め、その胸を司会の宮根誠二が伝えた。地震についてのテロップは、14時48分30秒。 ジングルの途中で出たため、CM に入って、すぐに消えた。劇的空間、お宮さんを放送中に地震が発生。14時49分1秒に、地震速報のテロップを送り出し、同番組末尾の、砂の器の番宣放送途中で大津波警報が発表されたことに伴い緊急警報放送を実施し、東京六本木のテレビ朝日のニュースルームから、 テレビ朝日の下平さやかアナウンサーが津波情報の第一報を伝えた。3年 B 組、金八先生を放送中に地震が発生。日本テレビとほぼ同じ時間で地震速報のテロップを喪失。日本テレビは地震情報だったが TBS は震度速報であったため地震本体の情報としては在京民放で最初に伝えている。その後、日本テレビが CM から明ける、およそ5秒前に、東京赤坂の TBS テレビの報道フロアに、切り替わり TBS テレビのハスミ・之アナウンサーが、地震情報と津波情報の第一報を伝えた。また、津波警報を地上波民報で最初に伝えており、テレビ放送としては、ソリーブ24と NHK の後に続いた。スペシャル。傑作戦を放送中に地震が発生。 14時49分17秒に地震速報テロップを喪失。その後、大津波警報発表に伴い緊急警報放送を実施し、東京虎ノ門のテレビ東京の報道スタジオから、テレビ東京の大浜平太郎キャスターが津波情報の第一報を伝えた。寒流アルファタルジャの春を放送中に地震が発生。報道の初動対応が遅れたことによる事故やトラブルが、 連続した。具体的には、地震速報テロップが送り出されず、東京大和の富士テレビの VQ スタジオに切り替わったたものの、VQ スタジオの副調整室が完全に立ち上がっておらず、準備中の様子が数秒間連続して放送された。一旦通常番組に戻した後、準備が整ったところで、改めて、報道センター内のセンターテーブルから、 富士テレビの酒井鶴丸アナウンサーが地震情報の第一報を伝えた。ソリーブコーヒータイムを放送中に予報センターから宇野沢達也による電気解説中に地震が発生。震度情報の画面を取り切ったまま解説していた宇野拓が続けて地震情報と津波情報の第一報を伝え、そのまま地震津波関連情報へ移行した。総合テレビ同様。 国会中継を放送中に地震が発生。総合テレビと同時放送だったため、テレビ音声によるニュースがそのままラジオでも放送された。小島稽古キラキラを放送中に地震が発生。事前録音番組、日本列島ホット通信を放送していたため、この番組のエンディング音楽が流れている最中に、番組パーソナリティの小島稽古が、スタジオが揺れている旨を伝え、 リスナーに強い揺れに警戒するように呼びかけた。その後、ニュースデスクの今村みのるが地震情報と津波情報の第一報を伝えた。大竹誠ゴールデンラジオを放送中にパーソナリティの大竹誠と室井ゆずきのトーク中に地震が発生。文化放送の大田秀明アナウンサーがスタジオが揺れている旨を伝え、リスナーに強い揺れに警戒するように呼びかけた。 その後報道部に切り替えて地震情報と津波情報の第一報を伝えた。上柳正彦午後番を放送中、外部と電話をつないでのトーク中に地震が発生。番組パーソナリティで日本放送の上柳正彦アナウンサーがスタジオが揺れている旨を伝え、リスナーに強い揺れに警戒するように呼びかけた。その後報道部の宮崎裕国記者が地震情報と 津波情報の第一報を伝えた。ロジャー・オーバーのラジオな気分を放送中に地震が発生したが、録音番組、ミュージックスクランブル放送中で即座に対応できず。その後、テレビとの同時放送に切り替わり、そのままラジオでも放送した。カットビワイド・ケンジとかオリのフレンドラジオで、酒造会社のインフォーマーシャルを生放送中に地震が発生。番組パーソナリティで、 ラジオ福島の深野健治アナウンサーが、スタジオが揺れている旨を伝え、リスナーに強い揺れに警戒するように呼びかけた。その後、深野穴、菅原道子アナウンサーが、地震情報と津波情報の第一報を伝えた。サンシャインカフェシエスタを放送中に、楽曲を放送し始めた直後に地震が発生。音楽を中断して、 番組パーソナリティで茨城放送の渡辺美奈子アナウンサーがスタジオが揺れている旨を伝えリスナーに強い揺れに警戒するように呼びかけたその後改めて地震情報と津波情報の第一報を伝えたファンキーフライデーを放送中何が言いたいののコーナーでリスナーに電話をつないでいった際に地震発生電話を切らせ番組パーソナリティの小林克也が スタジオが揺れている旨を伝え、銀座スタジオから大宮本社のニュースセンターに切り替えて、地震情報と津波情報の第一報を伝えた。以下は、地震発生時の在京局のまとめである。なお、次の論文には、地震発生後の放送内容の一覧がある。NHK 放送文化研究部メディア研究所、番組研究グループ、東日本大震災発生時、 テレビは何を伝えたか放送研究と調査2011年5月号地震動により先端が振られて曲がった東京タワーのアナログ放送専用アンテナ NHK と在京の民放テレビラジオ各局は地震発生直後に臨時ニュースを順次編成その後は3月13日夜までほぼ報道特別番組を中心とした特別編成を組んだ レギュラーの報道番組も番組としての枠を外し、通常枠に近い時間帯の特別番組をキャスターやスタッフが担当して伝えるといった体裁が取られた。また、テレビと違い、独自制作の番組がもともと多い被災地のラジオ局では、それぞれ自社制作による報道特別番組をメインにしながら、部分的に東京キー局からの放送を挟み入れる形式が、 日本国外でも地元メディアが地震関連のニュースを大々的に報じている。特にアメリカの ABC テレビではディザスターインザパシフィック、NBC ではディザスターインジャパンという特集を組んだ。一方でインフラの破断、建造物の倒壊、津波、液状化現象などが相次いだ茨城県と千葉県では両県の被災状況が十分に報道されないことが問題となっていた。 関東キー局から発信された全国向け報道やバラエティ番組などでの被災地支援企画の対象がいわゆる東北3県に限定される傾向があり関東キー局のもう一つの役割である関東ローカル局として役割を果たせていない配慮不足との指摘もあるテレビ各局は前述の通り3月11日の地震発生直後から臨時ニュースや 報道特別番組の放送をはじめ、それにあたり、テレビ CM は長時間にわたって放送が中止された。CM 総合研究所によると、在京民放キー局においては3月11日の14時50分31秒から、日本テレビで、伊藤洋華堂、ボディクーラーの CM が放送されて、以降、翌12日の23時56分に、 テレビ東京で再開されるまで約33時間にわたって CM が一切放送されなかった。テレビ朝日においては CM なしの放送が最も長く14日の17時3分まで約74時間に及び CM が放送されなかった。その他の民放キー局における CM を挟まない放送は TBS で62時間。 日本テレビと富士テレビで61時間続いた。これに伴い CM の本数は激減した。CM 総合研究所によると、地震前の CM の本数は1日あたり約4000本だったが、地震翌日の3月12日には54本に減り、1日の本数が4000本台に回復したのは3月15日であったという。 報道特番が終わり CM 枠が復帰してからも日本マクドナルドなど一部の例外を除き多くの企業が震災を受けて CM 放送を自粛したそのため CM 枠に大量の空きが生じそれらを埋めるために AC ジャパンの公共広告のうち挨拶の魔法を含む数パターンのみが頻繁にかつ繰り返し放送された CM 枠復帰直後に CM 放送を自粛していた企業の割合は AC ジャパンのクライアントのうち約70%以上に及んだ。AC ジャパンの CM が全体に占めた割合は3月15日において8割超、3月16日において86%であり、本数は CM 総合研究所によると3月12日から19日までで19972本であった。 このような大量放送の中、全国の視聴者から AC ジャパンへの問い合わせクレームが殺到し、AC ジャパンは3月16日、視聴者に不快な思いをさせたとして、お詫びの文章を発表することになった。その一方、CM 総合研究所調べによる CM 交換度ランキングにおいて、AC ジャパンは2011年3月度後期から3期連続で首位を獲得している。 CM 放送の大規模な自粛は震災以降日本国内に広まった一連の自粛ムードに関連する一つの現象と捉えられており CM 総合研究所の関根立雄代表は我が社を愛してくださいというアピールである CM を消費者が受け止める環境ではないと企業が考えたと述べているまた有事の際に CM 放送を自粛する現象は日本において過去にも発生しているが 世界的に見られるものではなく、この現象について、日本国外の報道機関から、これは日本のカルチャーか。という問い合わせが AC ジャパンに寄せられたという。企業の CM 自粛により、テレビ CM の広告料を収入とする、テレビ局は打撃を受けた。テレビ朝日社長の早川洋は、ノー CM による減収は10億円台の後半くらいになると思うと語っている。一方、 TBS テレビ社長の石原敏市やテレビ、東京社長の島田正幸のように CM 自粛が年度末におけるわずかな期間であったことを理由に2010年度の決算への打撃は大きなものではないと考える経営者もいる。また広告により収入を得ている企業自身への打撃も報じられている。例えば朝日ビールは2011年1月から3月期の 連結決算において、CM 自粛により27億円の特別損害が生じている。提供クレジットについて、TBS テレビはスポンサーが少ない場合は、提供クレジットの時間短縮と多少の本編拡大。TBS テレビやテレビ朝日などでは、本来の時間帯で予定したスポンサー全社が、提供クレジットを自粛の場合はその部分をなくし、本編を少し拡大した。 日本放送協会民放各局日本テレビ、系列 ZIB、テレビ朝日系列、徹子の部屋 TBS 系列情熱大陸毎日、放送制作のドキュメンタリー番組、情熱大陸では、例年3月11日に近い日曜日になると、震災関連特別編を放送している。ただし、2017年以降は放送していない。テレビ、東京系列ニュースアンサー富士テレビ、 系列衛星放送、池上明の出演番組2011年3月末をもってテレビ出演をすべて休止する予定となっていたフリージャーナリストの池上明の出演が震災以降増加した。特に震災直後からしばらくは各局で緊急の生放送特別番組も組まれ、池上が震災、原発事故などに関する解説を行った。 4月以降も池上が出演を延長する形となり、現在も特番で震災などに関する解説を行っている。NHK と民放各局が地震被災地への義援金の受付を実施している。受付期間は局により異なる。上記以外にも地方各局が独自で義援金を受け付けている。NHKBS プレミアムでは2011年秋から2013年秋にかけて、 東北の式キャンペーンとして、季節ごとに、東北地方の魅力を紹介する特集番組を放送した。民放各局日本テレビ系、テレビ朝日系 TBS 系テレビ東京系、富士テレビ系ラジオ局その他、お台場合衆国会場内に設置された、ソーラーパネル特筆事項があるものを掲載。報道特番による1から2週順延のみなどは除く。バラエティ番組報道。 情報、ドキュメンタリー番組、音楽番組、スポーツ番組、ドラマアニメラジオ番組、ありがとうございます。